はい、それではカクテルのアレキサンダーの、変形ですね、スモークソルトティーアレキサンダーという、インフュージョンカクテルを作ってみたいと思います。まずはアレキサンダーのご説明しますね。スモークソルトではこちらのジャンフィユのコニャックを使ってます。こちらのコニャックと、カカオブランですね、こちらとあと、生クリーム、こちらの3つの構成でなっているカクテルですね。こちらのコニャックの部分を、前回の動画でも挙げましたように、カルバドスですね。このカルバドスに紅茶を、有機栽培の紅茶をつけました。この紅茶が非常に優秀で、ものすごい綺麗な味がするんですよ。でそのまま飲んでてもすごく美味しくて、たまに飲んだりするんですけれども、すごい美味しいんですよ。でそれでひらめいたのが、カルバドスにつけてみたらいいよねって。紅茶とリンゴって合うじゃないですか、すごい相性がいいですよね。でそのイメージでカルバドスに、紅茶を漬け込んでみました。で今回、使用したその紅茶の、中の成分が、ザクロと、紅花、ローズヒップ、そういったような、ものが入っているとても華やかな、カクテル紅茶になっております。でそれで紅茶にカルバドスに漬け込んで作りました。はい、それでは、各レシピを入れていきたいと思います。はい、まずこちらの紅茶のカルバドスを 20ml、 はい、そして、エキベルですね、エキベルのカカオブラン、こちらを 20ml、 はい、そして、生クリーム 20ml、 はい、入れますね。はい、こんな感じで混ぜ合わせていきます。はい、それではシェイクしていこうと思います。その前にグラスの縁に、スノースタイルの、スモークソルトを、つけたので、ちょっとそちらをご紹介したいと思います。はい、こんな感じですね。わかります？先ほどハーフムーンって言ったんですけれども、ハーフムーンとは半分ですね、グラスの円周の半分ぐらいのに塩をつけるということです。ちょっとね、見えやすいようにちょっと多めにつけてみました。こんな感じです。スモークソルト茶色ですね、煙くて、この煙いお塩がこのアレキサンダーにすごく良かったりするんですよね。はい、それでは作っていきたいと思います。アレキサンダーみたいにこういうよく長時間こう振るようなカクテルとかは、クラシカルシェイカーを使いますね。本当に基本的なクラシックなシェイカーです。こっちの方が液体の方が滑りやすいんでね。はい、それではシェイクしていきます。はい、こんな感じですね。はい、グラスに注いでいきます。
チップが入っちゃうとね、結構乳製品なんで味がバラバラになっちゃうんで網でこします。はい、それでは完成です。スモークソルトティーアレキサンダー。はい、それではこちら試飲したいと思います。こちら試飲の動画も、また次の動画でお会いいたしましょう。それじゃあね、バイバイ。